皆さんこんにちはレック専任講師の根本ですここでは4月以降のレックのアウトプット当連のラインナップをご紹介していきます具体的にはこちらのパンフレットに載っているものです直前期の当連模試のラインナップがこちらに載っておりますまず初めに行われるのが全国実力判定模試というものですこちらはオーソドックスな論点を中心に構成されていますこの模試 を受けることによってご自身が午前午後どっちが強いのかどっちが弱いのかを認識していきますまた模試を受けることによって科目ごと分野ごとの穴を探していきますそしてその穴穴を潰した上でこちらに載っている全国公開模試2回スーパー公開模試3回を使って本番まで高めていきます ただこの模試と模試の間受けてほしい等連がありますそれが生鮮等連ファイナル編というものですこの生鮮等連ファイナル編これは午前科目だけで3回5科目だけで3回行われる等連です模試一気に午前午後全部で5時間を受ける 一日にすべての知識を持っていくなかなかきついと思いますなのでまず三回ずつ登錬を受けることによって地ならしをしてってほしいんですここで三回ずつ受けた上で模試につなげていくそのために必要な登錬が聖戦登錬ファイナル編ですまたこのファイナル編もう一つ功用があります その週の学習計画立てやすくなるんです。このファイナル編は1回、3回、5回が午前科目になります。だからその午前科目の回の週は午前科目をメインに勉強していく。で、それがちゃんとできているかを等連で確認する。2、4、6、これは5科目になっています。だからその週は5科目をメインで勉強していって、 それがちゃんとできているかを答連で確認していく。このように学習計画の指針にもなる答連です。そしてもう一つ。こちら見ていただきますと。記述十二問と書いてます。こちら全部で六回。各回に記述問題が二問ずつつきます。不動産一問。商業一問。五科目の時だけでなく。五全科目の時にも。記述がつきます。 記述問題ってやっぱり多く解けば解くほどいいんですその問数稼ぎにも使えますちなみに記述の学習ちょっと時間が取れる方はこちらの生鮮答錬記述教科編こちらもお勧めいたしますこちらの問題は普段の答錬模試より難易度が高めになっています はいなので記述のところに余裕が取れる方とにかく一問でも多く解きたい方お勧すすめできる等例になっています以上が四月以降のレックのアウトプットのラインナップになっていますぜひご検討してみてください私の動画の方は以上です最後までご視聴ありがとうございました